さあそれでは、はい、監督の予想、はいはい、そうじゃないの、はい、まずですね、僕先生と違うのは、うん、奥さん、まあ別れた奥さんは生きてる、はいはいはい、生きてて、でも別れてるんだ、そうそうそう、別れてる、元奥さん、はいはい、と今回出てくるその OS、はい、と、なんか可愛い女の人、別の新しい、うん、この3人の女性で、揺れ動く主人公っていうのが描かれるんじゃないのかなと。これのいいように言いましたけど、はい、ただのベースケだということを言いたいんですか、まあ、この人が。そういうことですよ。そんな不純な話だと言いたいんですか。そう、あの不純な話をすごい美しく描いてるんじゃないのかなっていう。なるほどね、はい、で、その AI と元嫁と新しい女性の3人に心が揺れる主人公ですよ。で最後、まあ、OS が姿を消しちゃうってね、予告編でありましたけど、うんうん、あれは OS が空気読んだんですよ。私は所詮、うん、実在しない人格だと、うん、そんな人格と生きた人間が結ばれるわけがない、私は邪魔だからって自分で姿を消しちゃうんですよ。でも最終的に主人公はやっぱり OS を選んでしまう。そのため主人公は自分自身を OS にダウンロード、つまり自分自身を電脳化してしまう。そして広角機動隊、広角機動隊の話になる。そうマトリックスとか広角の話ですよ。はい、で、PC の中に彼自身が入っていってしまって、はい、そこの中で AI と結ばれるという。新しいね。いろいろ考えたんですよ。考える新しいね。あの AI がロボットになって出現するとか考えたんですけど、うんうん、多分ね、こういう新しいことをスパイク・ジョーンズはやるんじゃないかと思って。だからこそアカデミー脚本賞なんだと。そう、こういう異質な話を美しく描くのではないのかなと。はあ、なるほどね。こういうのちょっと見てみたくありません？うん、ないもんね、絶対ないもんね、まあ、絶対ないです。ただこの設定自体がね、そもそも今まで、コンピューターに恋をする男なんてないもん、ね、そう人間にね恋をしてしまうロボットなんていうのね、うん、あったりしますけどね。あ、はいはいはい、うん、ロボットですらないもんね。そう、目の前にこういないんで、声しかない。そう、まあこういうねラストになるんじゃないのかなと僕は予想します。なんていうか、その肉体は失ってしまうけど、まあ、やっぱ精神的には満たされるという。自殺するってこと？ちょっと待って、自殺というのとはちょっと違うかもしれないですけど、だって自分もいるわけじゃん、肉体を捨てるわけですよ。え、広角機動隊の話になる。そう、まあ、広角とかマトリックス的な話なんですけどね。こういう話をスパイク・ジョーンズにやってほしいという希望を込めて、こういう予想をさせていただきました。今回これちょっとやっぱなんかあれですね。興味深いですね。いや、興味深いですよ、うん、やっぱ題材がね面白いじゃないですか、うん、だからどういうところに落ち着くのかがわからない、うん、でもですよ、うん、アメリカで作られる恋愛映画って、うん、絶対主人公とやっぱヒロインを結ばれるのじゃないかと。そうだね、そういうのが多いね。でもやっぱ住む世界が違うと、存在する世界がそもそも違うと、うんうん、向こうがこっちに来るのは、うん、まあ普通だろうと。やっぱだったらこっちが向こうに行くっていうのが、うん、今まで表現されたものから一歩抜け出した新しい表現になるんじゃないのかなと。熱く語るね今回ね。うん、熱く語るね。そうですよ、うん、やっぱりその目を変えた分だけあって、よく見えてるんじゃない監督。よく見えてます。よく見えてるね。俺も次の時目を変えようかな。いいな、その目。あ、そんなわけでね、うん、はいはい、今回、4本の映画を、うん、はいはい、予告編を見てね、うん、予想したわけですけれども、うん、一番人気の良かったやつを、好評だったね、好評だったやつをね、1本だけ見に行きましょう。見に行きましょう。残り3本お前ら見ねえんだなっていう。気になる方は見に行ってください。はい、そして我々に教えてください。そうそう、それが痛かった。コメントください。コメントください。実はこんな話でしたよって、うんうんうん、
お前ら全然ちげえわみたいなそんな話、全然そんな話じゃねえからなみたいな、でははい、何でしたっけタイトル、はあはあ、世界で一つの彼女でした。じゃあね、じゃあね。監督、はい、今宵も極上の時間が過ごせましたな。そうですね、これからも極上の時間を提供していきましょう。チャンネル登録はこっち、チャンネル登録してね。してねー。